冒頭コントさせていただいて、いや、あ、先週に引き続き、はい、先週はねマッチングアプリで出会った男女のやつをやったんですよね、はい、コント、はい、そうですそうです。で最後ちょっと忍者になったっていうオチで終わらせてもらったんですけど、大体、はい、ちょっと設定だけ決めさせてもらって、ね、あとは本当自由に、うん、楽しかったですね。楽しかったです。告白したじゃないですか、はいはい、なんかコントでもやっぱドキドキします、なんか。あ、本当ですか。はい、してました、してました、してました。あ、そうなんです。してました。してないで否定がすごい早い、否定が早い、行き急いでるんですよめっちゃ居酒屋で、はい、なんかなたまに顔合わせる男の人いるんですけど、その人にもお前さテレビのリアクション全部早い、いや、そうそう人がなんかリアクションする前にお前全部リアクションしてるめっちゃ見てるやん、すごいんやろな。せっかちなんですよ。せっかちというかもう予想できるんじゃない、なんか機敏すぎちゃう。機敏なんやな。ほんとすいません。さあ岡田さんは YouTube やられてますもんね。はい、やってます。もう63万人。63万人すごいですね。いやいや全然全然。だからもうやっぱ芸人の先輩ですけど、まあ、YouTube では後輩。確かに。いつ始められました？結構な速さで。私21の時なんで5年前とかですね。だから早いし、ね、すごい登録者数のもうね。だから誰もやってなかったんですよ。それすごい人言うやつやん、その。まあ誰もやってなかったから言っただけ。まあねまあね分母が今より少なかったんで、いやおるけどそれたまにできたかなみたいな感じなんで、もうほんと全然全然、いやすごい、いやいや LINE でうっすよきっかけは何だったんですか YouTube は。コンビ組んでたんですけども、あ、はい、オレンジサンセット、オレンジサンセット、はい、そうそうそう、懐かしい懐かしい。それ解散して、はい、お金なさすぎて、うんうん、もう家でトークライブやってたんですよ今住んでる。お客さん入ってたんですかその中に。あ、そうです。 8人8人で満席。わそうそう狭いから。ほんだそのお客さんの中に一人作家さん志望みたいな人がいて、はい、でそれ大学生やったの当時、うんうん、で、はい、岡田さん好きなんでファン、はい、ファンの人、はいはいはい、だからちょっとオファーしてくださいみたいな。もう僕に任せてくださいみたいな。密着して追わせてください。あ、追うって、あ、そのそこから、そこから岡田の岡田大江が来たんです。そうそうそう。でまあ編集とかもしたことないけど、はい、でもちょうど僕も何もないから YouTube やりたくて、うん、こういうのどうみたいに言ったらやりましょうみたいな感じ で、うん、でそれで始まったというか。すごい。え、今もその方がやってるんですか。その方ともやってる。え、岡田ええ何やねん急に。え、てか私 YouTube 始めたじゃないですか、はい、え、岡田さんその飲み会いましたよね。私その飲み会で YouTube の作家の人いて、それで出会ってますよ多分。え、岡田さんのおかげなんじゃね。言い過ぎやろ。めっちゃ口見るじゃん。いや言い過ぎやなと思って。岡田さん、はい、あのお好み焼きのご飯のなんか山田屋さんが働いてた時のお好み焼きの店でなんか何人かいましたよね。いた。でもその時に会った人が誘ってくれて始めましたよ。あ、そうなんですか。はい。でもその時なんかうんみたいな感じだったんですけど、たまたままた駅のホームで会ったんですよ。もう電車の風が吹きまくる中で会って、うん、運命だと思って。運命やん。ロケーションといい。うん、それでやろうって言われてやったんですよ、うん、でその人と今もやってはんの。え、ありがとうございます。え、何がお礼なの。岡田さんのおかげじゃない。全然ちゃうやろ。なんか薄ない。みんながいっぱいいてって、俺が紹介したとか言ったらあれやけど。いや、だってあれ岡田さん結構主軸の回。あ、そうやったんですかね。そうかも。え、ですよ。ああ、え、じゃあそうにしよう。もうなんでドラマチックにしようとして感謝したがり読んだありがとうございます。どうですか今やっぱり、はい、もうやってますか YouTube。 やってるやろ。もうやっぱ俺は波乗り YouTube 波乗りみたいな感じですか。いやいや、そんな感じじゃない誰それ誰の何のやつをオマージュしてんの。いや、俺は波乗りそんなん YouTube 波乗って稼ぎガッポーガッポー稼いでいくみたいな感じですか。いやそれなんなん。いや、うちが作った歌。作ったやつか。おい、作ったキャラ。そう、元のなんかパロディとかじゃなくて今の作った。 YouTube の波に乗ってる男の人の歌。俺は波乗り YouTube 乗り乗り。いや全然全くないんですよそれ。嘘でしょ。いや、ほんまにない。だって道でやっぱ YouTube の人だって声かけ。あ、でもそのね、そう、女子高生が、はい、あれみたいな、はい、うわ、おかちゃんやみたいになって、話しかけてくるか話しかけてこんか微妙な人いるじゃないですか、うんうん、ってなった時になんか結構でかい声でそういうこと言われるとなんか誰誰みたいになるから。あ、まあ気づかれるというか騒がれちゃうというかから逃げんのよ、うん、そう一旦ね、一旦逃げてわーって恥ずかしいですしね、うん、そうそう。で逃げた後に DM で、はい、その女子高生の人から、はい、さっき岡田さん逃げてましたねみたいな
逃げてましたねって言われるのはず逃げてましたねみたいな、応援してますみたいなちょっとやっぱバカにされてるじゃん、ちょっとバカにされてる、ちょっとなんかありますよね、その節ね。弟ではないですけど、あ、そうですか、なんかお世話しなきゃみたいな、結構母性本能くすぐられ系の女子高生に俺女子高生にもそんな言われんねや。女の子中学生とかも、はい、顔見ただけで笑ってる人とかやっぱいますよ。あ、やっぱ お母ちゃんだキラキラキラ。そう、逆やろとか思う時あります。女子高生とかが追いかけてくる時に、うん、はい、俺が追いかけられる側なんやみたいな。僕がなんか女子高生を追うのはなんか分かるじゃないですか、周りからしたら。そんな やばいでしょ自分へのヤバヒールがすごい。僕が追いかけてさ、鼻息荒げて鼻息荒げて追いかけて、犯罪者サイコパスの例え僕が追いかけるでしょ、鼻息荒げて追いかけるの分かるでしょでも逆なんですよ、怖いですよ本当に。そう、なんかそんなことはあって、うんうん、なんか不思議やなとは思いますけどね、うんうんうん、でもすごいあれですよね、 YouTube もいろんな方出てるし、芸能人やっぱりすごい人とご飯食べたりするんじゃないですか。いやいやいや、 ないですよ。誰と遊んでるんですか芸能人は。芸能人はって、いやいや芸能人の人とはあんま合わないですよ。正直仲良しの芸能人はって聞かれるのすっごいしんどくないですか。でも分からへんもん。え、みんな仲良しすぎて。いや、その芸能人かどう別に、だってね。あ、瀬戸際量子力学瀬戸際ってね、この番組ね韓国人系の人と会いすぎてあの相槌が全部あーあーあーって言っちゃうんですよコロコリカーンみたいなテンションで芸能と一般のこの瀬戸際みたいな人と遊ぶ。研究してる人とかのとこもあったりします。研究、量子力学の詳しい人とか。あ、え、微分化みたいなことですか。あ、微分積分とかね。あ、そうそうそう、そういうことですよね。そういう勉強系の人とも会いますし。何喋るんですかそれは。あ、全部聞くっていう。あれ、二重スリット実験ってあれどんな感じなんですかとか。本当ですか。本当です本当です。え、そういう人と普通の会話はしないんですか。もう本当研究の会話だけをずっとして、そうなんだってなって、うん、もう満杯になったら、うん、ありがとうございました感じで帰るんですか。そう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 、いいですね。だってタダで講義受けれるみたいなもん。いや、ほんまにそうですよ。申し訳ない、僕から得られる情報なんか何もないから。その、いや、まあまあ、そうですけど。そうなんかよ、俺興味湧かないもんないって。普通に、あ、そういうのないですか。何もないです、私。下水女になるための本とか読んでますなんでなりたいの。結局ゲスい女にならないためにとかじゃないの。ゲスデレラになるためは。ゲスデレラって何なの。シンデレラみたいな、うん、シンデレラはの逆ってこと。自分は虐げられてたのに、うん、結局武道会に行って、うん、私のがガラスの靴の持ち主ですっていう、うん、すごい自信を持って、で見事にはまらせて、うん、王子様と結婚するって、うん、これゲスい女しかできないですよっていう、うん、あー、めっちゃ斜めから物見るやん。その人すごいですね。自分は何でももらえるんだ、うん、自分のとにかく底抜けの自信を持ってる人が幸せになっていくみたいな、うん、そういう本です。病んでます。病んでますよ普通に普通に病んでる。めっちゃ病んでるんですよ。病むことがあるんですか。だって全然活躍もされて、人のためにでいっぱいしちゃう、うん、何でも。あ、そういうギバーの精神みたいなのがあるんですか、はい、与えるとか、あと生きるの下手くそとか、うん、人のためにいっぱいしないと、こう自分のこともあの優先しようと思うと、こっちをやりすぎて人のことをなんか無限にしだしちゃったりとかするんですよ、うん、あー、この集中して、そう、あ、そう、自分のことしか見えなくなっちゃう時があって、はいはい、だ、このここでもうフラフラして、うん、で自分で何なんだっけってなるんです、めっちゃ。へー。で超自信なくなるんですよ。でも仕事が来るからやらなきゃいけなくて、うん、指多くてちょっと どこが誰どこが今何でしたっけどの指が何の文言を担当してるんでしたっけ。そうそうそう、だから仕事もしなきゃいけないけど、はい、でも仕事の時って自信ある顔しないといけないから。そう、親言ったぞ親。でも自信ない顔の私もいるから、ここがマジムズ。どこやねん今こっちも出てきたぞこっち何やったかもう忘れたわ。むずくないですか。だってなんかその分からへんねん。あ、集中のとこや。これだけ覚えてるぞ。シンデレラではないんですけど、なんかやっぱり何もしない子がモテるよとか、そういう本とか読むと何でもしちゃうわみたいな、なんかかわいそうとか大変だねとか超言われます。なんでだやろ。だって生きづらいですもんね。そうなんなよ。全くないな、そんな。わあ、いいな。だからなんか人に期待しすぎる。あ、それを今言おうとした。あ、本当ですか。人というか自分にも期待してるんじゃないですか。あ、そうですそうです。
過大評価してる多分。何にも期待してないですもん。だって俺もう何もできひんやんとか思うもんな。その確定申告のあれとかも何もできんく、はい、できんくて、いろんななんとか区役所とかさ、はい、なんか電話してね、年金払った額調べてとか、めっちゃめんどくさい。それが全部管轄外とか言われたり区役所に、なんで区役所に社会保険料みたいなやつを払いに行くみたいになったら、はいはいはい、あ、ここじゃないですって言われて、次国民年金機構に行って第1課に行ったら、はいはい、あ、これ第2課なんでとか言われてほんでこれ払いたいんですよって紙もらって行ったら、はい、第2課にね、はい、あ、これあのここでは払えないんであの銀行で払ってくださいって全部それで1日潰れるで15時までしか空いてないからさ、ね、で銀行も閉まっとるやないかって言って次の日行ったりっていうのが、はい、そういうのは多いんですよ。だからもう期待してないというかできないからもうできない、どうせできないから何もできひんやつとして動いてるというか、はい、だからやまんかもしれない逆に。でも助けてくれる人多くないですか。あ、多いですですよね。あ、だから多分言ってるからじゃ、愛されてるんですよ。出た出た、そういや言ってるからじゃないですかこういう場所。言えないんですよ、なんか助けて、なんでそんな幽霊みたいな言い方言めっちゃ幽霊めっちゃ幽霊みたいな助けて助けて、なんで幽霊みたいな言い方してたあ、そういう感じ。 YouTube の企画内容とか、はい、あ、確かに助け求めるんですか。あ、 YouTube の企画内容ですか、うん、いやそれだけはないですね。もう自分ですか全部。自分がすげー、そういうのは自分でやりたいんで、その誰かにとかは全くなく。え、そう人に合わせて考えるんですか。あ、そうです。もう全部人に合わせて考えて、タイトルぐらいしか決まってないです頭の中で。え、あ、そうなんですか。はい、だからこれでこうとか何もないんで。え、本当ですか。はい、だから向こうの人からしたらめっちゃしんどいんじゃないですか。何するか分かんないし、どんな服着ていけばいいかも分かんないし一回陣内さん、はい、出てくださったの、はい、で陣内さん家入ってきて、あのスマホで撮ってるやん。陣内さんなんかもうカメラすごいところとかいっぱい大人いるところでしか撮ったことないやん、はいはい、こうやってスマホ一台でピンってつけて、で僕がいやほんまとか喋り出してほんでただただなんか陣内さんがわーって突っ込んでピンって止めて、あれだしたって言って帰っていくみたいな、これ大丈夫みたいな言われたんですよ、ね、陣内さんに。今始まって今終わったみたいな感じ。そうそうそう、これな大丈夫かみたいな、うん、あ、大丈夫ですみたいな、ありがとうございますって言って後で見たら陣内さんがめっちゃおもろいみたいな。その場は意味わからんかったけど、なんかようわからんかったけど、おもろいなみたいな。作家で監督なんですね。あ、かっこよく言うとそう。めっちゃそうじゃないですか。すげー。だから何もかんなんか詰めたりはしないですね、何にも。映画とか撮ればいいんじゃないですか。いやいや確かに映画ってめっちゃむずいでしょ。なんか適当に言っちゃったり俺が資料深く考えてたの映画ってむずいでしょ。はずいわお前、はずすぎるよ。なんや俺が映画ってむずいでしょっていうところだけちょっとやカットしてもらっていいですか。映画って、はい、あ、面白かった。はい、本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。はいまたなんか遊びにいいんですか。そんあ、よかった、ぜひ半年後ぐらいに結構早い、結構早めに。早めでした。早めやった。よかったよかった。全然全然、じゃあ半年後ぐらいに。3年後4年後じゃなくて半年後やったそれ舐めてるみたいになっちゃったいやそうかということで、はい、今回のゲストも岡田浩太さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またまるまるサークルよろしくお願いします。皆さん見ていただいてありがとうございます。岡田さんのチャンネル登録もぜひお願いします。あ、そんなん言ってくださるんですか、はい、ますじゃあせーの、まる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 番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer またはテレキューオフィシャル YouTube チャンネルで。今日は、はい、かわいいサークル。おー、かわいいサークル、まあ、かわいい人来てますからね。